あ、できた。できた。できた。デジュさん、またまてたさん、ヨッシーさん、ありがとう。いいじゃない。タラタラさん、アッキーさん、ありがとう。サマキさん、ありがとう。ね。喋らんの？無言配信。あ、無言配信なんだ。ごめんなさい。喋っちゃった。こんばんは。そう、ジャムズさんに会いました。マッシュさん、シオリーさん、タンポポさん、ありがとう。グルーに結婚してありがとう。うーん、アバター、こんばんは。アイスありがとうございます。食べて。やあやあやあが帰ってきた。コージ、ヒラリーハート、ありがとう。ミサラさん、食べて、かけじゅう、ありがとう。うん、うん。綺麗に映っとる？え、うん、普通。わからん。綺麗に映ってますかね。まあ、いいや。モスチキン食べよ。アンナはオニオンリングを買いました。1個ちゃんと食べてきた。モスチキンの香り、お肉ストップあるかな。あ、どうやろ。お肉ストップは行ってないよ。あ、DSLR のストップ。モスチキン、モスチキン、モスチキンは食べてない。今からゆりかが食べるよ。モスチキン、イエーイ、いただきます。やった。うん、お腹空いてるんだ。モスはロースカツが好き。食べたことない。ある？ない。しっぽさん、なおともさん、ありがとう。かずき、食べて、かけじゅう、ありがとう。ありがとう。モスチキン、すぐ見つけたよ。熱かったね。モスチキンです。玉ねぎ食べちゃった。アスパラさん、みゆきさん、トラタバさん、ありがとう。砂ぼこり？そうかな。ラップ、ありがとう。こんばんは。アイス、ありがとうございます。安部さん、やあやあ。プーの、ありがとうございます。ヤシーさん、かき氷かけじゅう、ありがとう。ありがとうございます。トランプさん、ありがとう。今日見つけた。え、違う、見つけたよ。ありがとう。ヤスルパンさん、アイスありがとうございます。チキン食べたい？美味しいよ、チキン。
夜食。確かに夕食だな。夜ご飯だけど。美味しいですか？美味しい。もう素敵。うどむさん食べてギフトありがとうございます。ペンが紛失しました。ありがとう。これは日曜日に書きますね。ありがとう。そうオニオンリングだよ。ダンゴデートさんはいいですか？タルチキさんありがとう。明日からアイス生活？わお。やすべえさんありがとうございます。食べてギフト。愛媛みかんさんアイスありがとうございます。ラップさんどうぞ。ありがとうございます。アイスギフト溶けたの？そんなことある？ありがとうございます。アッキーさんありがとう。ありがとう。大月人生商工ローマルさん、エステヨシさん、アスパラさん、ナートマさんありがとう。またまてたさんありがとう。またありがとう。ペンがなくなっちゃった。今一番ベッドが汚いの私だと思う、今日ここにいる人の中で。絶対そう。何ペン？普通のペン。黒いやつ。うん、あれまあなくしちゃいました、うん、こんばんは。お帰りします。ノールペン、ここに書いとこ、書いときます。ありがとう。ありがとうございます。マッツさんありがとうございます。アイス。うっさーねー、ありがとう。お母さんありがとう。ゆきやくんありがとう。お母さんのお友さんありがとう。かしこさんありがとう。分厚い。綿棒したかけじゃありがとう。アスパラさん今日暑かったよね。うん、めっちゃ暑くない？今日めっちゃ暑かったよ。すぎよくのぼるさん、アイスありがとうございます。これじゃ知らないかな。どうなんだ、何が入ってるか分かってない。アッキーさん、キコイさんありがとう。うちは使ってくれてありがとう。足技クイさんどうぞ。掛け中ありがとう。さんありがとう。ってくれて一番暑かった。え、本当に今日は暑かった。普通に立ってるだけで、うん、なんか朝歩いたんよね。うん、もうなんかシャワー入ったみたいになって髪の毛が、うん、恥ずかしかった。暑いじゃないマジ。うん、どうだ朝食後も楽しむ配信ね、喋りたいけど食べてるからさ。ね、夜ご飯タイム。夢ありがとう。めっちゃ暑かっただよね。千葉県は暑くないの？トラップさん、レンマサカキジありがとう。おにおにおケマトラさんありがとう。今日まだ涼しかった方なのか？ね、うん、うまっ。シャワー？雨降ったの？悲しいね。雪にか出てないですね。バーキンって何？あ、うん、バーガーキング。確かにあんま配信であんま食べんか。あ、そうなんや。確かに、うん、見たことないかも。食べん。もうステキンって骨あるんや。
え、そうなの、ね、知らんかった。持ち手のとこに骨ある。え？骨？え、どこの？え？持ち手のとこに骨あった。あ、持ち手のとこに骨あった。こんばんは。ね、骨ないやつかと思った。骨あったわ。点数つけるなら150。行き過ぎたらない。出かけあげようとしちゃった。骨付き。ツイッターも天才だった。骨は食べないよ。今日の浴槽はめっちゃいいですよ。めっちゃ美味しい。しかもね、多分焼きたて。え、焼きたてだよね。うん。終わり。お蕎麦屋さんっぽい。でもかなさん食べたって言われたこと何回かある。うん、入るよ。食べ終わりました。イエーイ。あ、目か。ごめん、目見させてた。完食。ソフトクリームありがとうございます。あ、今日はもうないです、これしか。そう、嫌いな野菜はないです。ここに食べてた生地ありがとう。鼻か、ここか。満足ですか？満足です。みんなコールありがとうございます。カースト英語来てる。ヌマヌマさん、モンブランさん、ありがとう。モスバーガー食べないね。ちょっと足りるって。足りるよ。お昼食べたい。明日はね、朝ごはんを食べるから少なめ。朝ごはん食べれるように。夜食べ過ぎたらね、朝ごはん食べれなくなるので。バーガー。ん？オニオンリングない時代あるの？そう、夜は軽め。こんばんは。今めっちゃ目覚めてます。元気です。うん、うん、うん。多分ね、あげてくださった方がこれ袋を渡してくれたんですけど、あげてくださってる方手に油が多分ついてて、袋も油ついてて、なんか頑張ってる証拠がついてて、運動会思い出した。ヤクルトは買ってないです。なんか砂をついててもう払っちゃいけないみたいな、頑張ってる証拠だかみたいな思い出した。あ、ポテト入ってないやつ。近くにまとまってたね。こんばんは。チケットの買い方が難しい、教えてもらいます。スナカツね。お茶。青、ありがとう。
ポンタンソフトクリームありがとう。ベンチャンスの方やってなかった。こんばんは。トモヒロシさん、ありがとう。リンゴはね、緑茶。緑茶です。キリカさん、マラサダ食べましたか？なんて？マラサダ。マラサダって何？なんか、セブンにある。食べてない。食べてないって。おいしい。マラサダ？そんなに砂まってたの？ソフトクリームありがとうございます。大ちゃん、よしこくん、ありがとう。あやか、しかもすっごいハクハク。こんばんは。ゆうぽんもん食べなかった。いや、どう？いや、モスですか？モスです。ハンバーガー食べてない。竹松さん、ありがとう。確かにこれからも二人で宮島に行きたい。来る？毎年行きたい。確かにね、自分が広島にある、おる間。最近切った。卒業発表するの前日に切りました。ハナチ食べた。かけじわありがとう。ハナチありがとう。ありがとう。タルムさん、バチウサギですか？タルムさん、ありがとう、来てくれて。これをまたプラスで書くので待っててください。ありがとうございます。ありがとう。なんか漏れんな、ここ。嘘。今さら自分はそこに行こう。あ、よいしょ、ひょっ、よいしょ。まあ見ないでください、これも。本当は10時45分に着く予定だったの。だからそれまで予約してるのはすんなと思って。あ、当たり。ここかな。当たりが出た。すごい。すごい。アイスもらえるんでしょ、それ。当たり出てるよ。誰だ、ちょっと待って。アッキーさんだ。え、しかもタワーじゃん。タワー投げたら当たるってことなの、これ。キツネさん、かわいいギフト、ありがとうございます。こっちの方が漏れる。10個当たったってこと？なんか連続で当たり出てるよ。けど今日はすっぴんです。おめでとう。おしとやかアンナです、今日は。あ、テカってみるか。当たり連発。当たり行きました。え、すごい光がすごい。ふくたらさん、どれで何、中に何が入ってるの？玉ねぎ。エモはいないけど。おめでとう。タワー投げた。どうなんだろう。ね、光の加減でなんかテカってる見える。エンピンの思いが伝わった。ありがとう。してタワーもありがとう。2本目ありがとうございます。そう、ゆめさんに会えた。パッと。そう。なかなか当たんないよ。会いに行きたい。会いに行きますって言ったんですよ。何個もらえるんだろう、アイス当たったら。1個。こんばんは。カニタ、アイスありがとうございます。ソフトクリーム。20% 増し。ありがとう。こんばんは。
どうぞギフトありがとうございます、うん、ゆきさん、文子さんありがとうございます。まだまだ湧いた。ギフト人見知りとかじゃなくても好きが発動する、うん、好きが発動して喋れない、うん、アイスボーンアナちゃんライクオリオリオリッチそう好きだよ。いやいや、こんばんは。こんばんは。好きな色一緒って言ったら何色今は青。うん、そうだった。こんばんは。こっちが。うん。光よけ。喜んでいる。お腹が喜んでいるし、頭も喜んでいる。こんばんは。卒業発表後初めて会ったって。うん、初めて会ってないよね、うん、レッスンで会ってる、うんうんうん、レッスンで会ったわ。こんばんは。さやかさんと好きです。前髪切らなきゃ。長い。イヤホンでありがとう。ミニストップのスイーツをプロがジャッジのやつ。へえ。だからミニストップのソフトクリーム食べたい。食べたい。ヤスベーさんギフトありがとうございます。そう、さやかさんとね、サラダさんも好きです。眠すぎる、おやすみ。シアンさんもね、今日なんか私のツイッター見てくれてなんか嬉しかったです。もう長くなった。しかも最後の一個です。悲しい。昨日切ったんだけどね、一昨日か、カフェに行くときに、カフェに行くときに切った。ポテトね、いるのやつな、袋ってことか。ふむふむ。ね、明日切るわ、髪の毛、前髪。焼肉がいいよ。こんばんは。そうそう。絶頂で一人だったら叫んでた。叫んでますね。オニオンリングだけです。なんかね、たこ焼きを変な時間に食べたんですよ。変な時間、変な時間、うん、変な時間かな。15時ぐらい、あ、14時ぐらい、10時半だ。そうだった。ヤスルパンさん食べてギフト、うん、ありがとうございます。こんばんは。ティフってジャムルさんとかぶってますかね。いや、眩しくはないけどさ、なんかテカって見える気がさ、止まらんくない。たこ焼きはたこ焼きライト食べた。あれ、笑ってしまう。隠してます。眩しい。そう、え、どう食べるの、たこ焼き食べるの、ほんまそれな。そう、光の加減がね、むずくて。うん、セプトの思い出、ありがとう。こんなもんか。松屋室、頭おかしくなるかと思った。なんか絶対16人じゃ行けない。ミニストップいつでも食べれると思ったから、なかなか行かない。そうよね、近かったらね。逆にね、いい意味ね。いいな。でも自分のね、地元もあるから、愛媛も。ミニストップ。しかも今日私朝歩いたんですよ。でめっちゃ汗だくなって歩いて。こんばんは。そうなんですよ、人口密度高かったよ、楽屋の。アイス半額って貼っていたら買いたいですかって。でも新鮮なやつがいいから半額。なんで半額ってな。え、たこ焼きめっちゃ美味しかった。普段食べるたこ焼きとちょっと違った。なんだろう、わかんない。そう、広島はね、ミニストップないんですよ。まさぴょんさん、ありがとうございます。9時台に歩いた。
そう、新鮮なアイスを食べたい。なんか半額コーナーに行ってるやつさ、賞味期限近いとこあるじゃん。メールの返信嬉しかったの。だからあとアプリでメールの返信賞味期限近いやつのやつがあのちゃんと言いましたので、1週間後ぐらいとか2週間後ぐらい届くと思います。岐阜は散歩してないわ。アイスネタフリだったのか、めちゃくちゃ気になる。ネタフリしてないよ。こんばんは、こんばんは。嬉しいんだけど朝から暑い。歩く時間にもよる。うん、1時間はかからないけどぐらい。安いアイス、超暑かった。そう、歩いたんですよ。しかも朝私サラダ、チョレギサラダを食べたんです。え、マジありがとう、大好きちゃん雲が少しあってほしかったね。もう晴れだった。夜ご飯の後にアイス食べた、ね、私もね、いいな、ま、これ私のなんですよ。こんばんは、こんばんは。これに入れて、やあやあ、ヘルシー、やあ、筋トレしようかな。じゃあガリガリ君食べたらガリガリになるかなって。そんな楽にならないよ、ガリガリに。土曜日、そう、ドラえもん土曜日の5時からです。通勤見たいな。確かに見たい。見ましたよ、ドラえもん。あの D ボタンのじゃんけんまで参加しました、ドラえもんの。え、また当たったよ、すごい。さっきも当たった。え、すごい、なんで当て方知ってんの。おめでとう、アキーさん。当たり、チキン食べたいがモスは空いてない。そうやね、おめでとう。マックにしなきゃ。マックのシャカチキ。今日ドラえもん面白かったね。久しぶりにドラえもん見た。すごい、ドラえもん見てる方が多いルームだ。普通に面白い、ドラえもん。一回当たった人は何が出てきた。引っ越し業者。キュン、物運びらしいよ、ファンの人が。伸びた運送、それそれ見ました。ドラえもん14、16、17、18、19。何この定期的なやつ、音クラクションみたいな鳴ってない？気のせい。車？え、定期的に鳴っとるくない？え、嘘。え、ずっと定期的に鳴ってる。さっき出てくるかと思った。ほらだね、定期的になってる。気づかなかった。ちょっと井下さん食べてギフトありがとうございます。ちょっと痛いですお尻が。ちょっとあの擦るで痛いので、すっぴん。そうですよ、すっぴんです。20回ですね。クールビン、すっぴんです。腕立ては特に変化なし、頑張ってみようかな。手がめっちゃ楽しかった。おー、ありがとう、見てくれて。マンボウさん頑張った。カシジュン、ありがとう。セキュリティ止まったよ。いや、頑張ったのはそっちよ。ありがとう、お礼。またプラスでします。肌しろ、ごめん。今日何日だ。6月って書いちゃった、ごめんよ。お顔が赤みを帯びていて可愛い。これライトですよ、赤みを帯びてるの。オレンジのタイミングで鳴ってた。オレンジのライトです。え、今から頑張って。22、ありがとう。1月22、ありがとう。ポンタロウさん食べてギフトありがとうございます。ポンタロウさん食べて。直接お話し会はね、私ね、ここら辺まで書いたの、メール打ったの。いやいや、消えちゃったの、消えちゃったの。寂しくない。やすべさん食べてギフトありがとうございます。メールの写真、オレンジライトなんで顔がオレンジになっちゃう。ほら、熱くないですよ、オレンジライト。そう、来てくださる方もきっと発表してから行くよって決めた方もいたと思うから、そうです。嬉
し回してた私今。いやいや。ひつまぶしいいな。メイさんありがとう。びっくりした。え？イキリカの影があそこに降って振り振りしてて何か来たんかと思った。焦った。本当や影が。影が動いてた、あっちでこの手の影動いてる。そう、霊に敏感だから霊じゃないから。みきやくん食べてありがとうございます。泣いてるように見えます。ね、めっちゃ練習しました。めっちゃ色小学校の時にずっと練習してました。よくないけど黒のあれまで見えるね。黒のさ目の真ん中。まだ卒業発表してないってことだね。そうだね。生きてるか大丈夫かって言われた。え、そうなの、でもなんかリツイートでたくさんなんかすごい名前を見かけてみんなに愛されてるな。めっちゃ綺麗、ありがとうございます。目でかくないよ、広げた、見開いた。大阪さんアイスありがとうございます。ピースくれたり、こちらこそピースくれたり、広げた。ピン回しなんかいい効果ある。あ、そうなの、モンブランさん、ソフトクリームありがとう。丸中 LLC さんありがとう。女優ライトではないですね。普通にルームライトみたいなやつ。わ、私の目だそれ。そう、眩しい。でも暗いからね、消したら。他のグループアイドル卒業前に共演したいって言われてたし。え、そうなの。今日だから普通に卒業、広げても半目になった。え、足りないよ、もっと。やめなきゃいいじゃんって書いてる人がいてさ、あのいい意味でね、多分やめないでっていうインスタライブで書かれてた方いて、そういう発想かと思って面白いと思いました。パパーン、パパーン、パパーン、パパーン。酔ってないよね、私酔ってないよ。そっか、もう飲めるもんね。そう、飲める。イメージなさすぎる。一緒飲んだことない。ないね。うん、ないやか。涙が、涙が止まらない。手持ちでやってる。そうだよ、一発って一般人ってこと。あ、そうなんだ。次の公演ツインしようと思ってますよ、私。四国、次の四国は私ツインしようと思ってる。ここ、え、この長さ、これいいね。ぐるぐるしてもらいたい。乾杯。こんばんは。言ってもらおう。そろそろ発表したこと忘れてくれてもいいよ。つい卒業しちゃうからやろうって多分そんな気がする。トリス受ける。ハイボール、ハイボール、ハイボール、ユキニカにハイボール教えてもらおうってコメントが来た。コメント来てる、ハイボールって。同じ人かな。ふざけたコメントとか、あ、そのためためのコメントがもうできない。全然余裕ですけど。こんばんは。鼻垂れでもしてない。鼻垂れ、次ソロハさんのハイボールはね、きついからね、割と 9% ぐらいあるから。 8% とかダメですね、そんなすぐに与えちゃダメです。キャンキャンキャン。 8% ぐらい結構高いんですよね、アルコールパーセントが。だからダメだよ。確かにツアーあるじゃん、ツアーあるじゃん、ツアー。いろんな髪型できるよ。すぐ酔う、私は酔わない。
こんばんは、こんばんは。レポート手伝うから卒業取りやめないから、レポートマジでやばいですよ、私結構やばい。頭抱えた、今日ストゼロ、ストゼロも9ぐらいだよね。頭抱えました。ハイボール789ぐらいあるんですよ。789もある。どうしよう。でも今まで普通にスト缶ぐらいありますので。時代だったんですよ。強いんですが。テストがまず受けられないからっていうのはあったんですけど。パパン。まあテスト受けることから始めようと思います。ね。レモンサワー。ほろ酔いとかね、3%ぐらいのやつから。しょうがないです。いいと思います。何にも優先してこなかった。お大福のことはもう本当に何にも何にも時間あったらあの休みの日ストゼロのイメージない。まあね、ストゼロは飲んでないですもん。I want to I need you だから待ってて、ちょ待ってて、ハローハロー。レモンハイトリスおすすめ。うーん、初めて聞いた。しおりさんありがとう。巻き下ろしながら一発でも見れる。確かに私がピースを見分けば。ケイさんお疲れありがとう。今日のヘアピンは一本もないの。ストゼロ移動中何聞いてたの。なんだろう、何聞くだろう。でも今日は行きはジャムズさんを聞きました。やっぱジャムズさんに会えるかもと思って。帰るはね、寝るときはだいたい寝る音楽を聴く。まあ早く酔いたいときとかにいいんじゃないですかね。キャンニャン、キャンニャン。え時計見ただけ。びっくりした、怖かった。見えたのかと思った。見えてない。あんのヘアメイクとしてやってください。もちろん可愛い髪型。ゲームたらびっくりされた。スが好きだよ。そう、いやって、いやいやいや。スースーしとった。来年から本気出そう。そうね、来年から見てのままでいいよ。25分だった。おしめんさんこんにちは。25分ぐらい。てくちゃんアイスありがとうございます。届かせてない。会いに行きたいよ、待ってるよ。よしかくれます、ありがとう。こんなでオンライン授業、優しい教授さん。そろそろ30分ぐらい経ったかな、私の。どうですか。大学中だけの方、必要戻るといいやん。もう戻れないよ、気がしたら気まずい。まだまだ気持ちいい。普通に聞いた、ありがとう。まだ理科って呼んでないと。呼んでないよ、直接は。寝顔取られてるの。結構取られがち。最近もパセリも取られてたし、ちょっと前サラピにも取られてた。多分ね、多分見せられない。そろそろ30分経つ。はい。え、返事した。うん、言ってないよ、あんなに。自分のコメント読んだだけ。返事してくれた。アッキー結婚してありがとう。私は先終わろうかな。いいよ、まだ終わらんくても。あ、どうする。じゃあ、うんうん、何時から始めたっけ。私は終わるけど、いいわよ。わかりました。みんなあんのかな。あ、46分。今26。36分までやるかな。わかった。私は団長読みます。13位文子さん、12位コーヒーさん、11位大阪さん、10位ケンケンさん、9位キツネさん、8位ミキヤくん、7位ひとしさん、6位のぶりんさん、5位ポンタロウさん、4位くどやんさん、3位やするぱんさん、2位うどむさん、1位やすべえさん、ありがとうございました。イシちゃん、アイスありがとうございます。女子会。京都でまだお外にいるのね。楽
お疲れこん、お疲れ様です。いや絶対日焼けすぎる。あれは40分ぐらいやってる。へえ、何分から始めたっけ。私肌綺麗、ありがとうございます。私あれですよ、だって私日焼けで。それではまた明日。絶対これはファンの人ダメだ、死んじゃうと思ったもん。いやいや、すぎて47からやってる。ワード開いてね。ってことで終わります。私は昼もしたので、昼夕方か、終わります。一発そうなったら男になります。おやすみなさい。ゆきさんギフトありがとうございます。おやすみなさい。おやー、明日はそうね、夜かな、夕方以降にやります。おやすみなさーい。教科書読んでるから大丈夫だよ。